ジンバジンバ研究学園新都市中央通りは、茨城県つくば市かすが一丁目のかすが一丁目西交差点から、つくば市、境場の茨城県道19号、鳥出つくば先決接点へと至る都市計画道路の通称。学園西交差点より、東は、学園北大通りと直結しており、大ね首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスに、沿っている通りである。 都市計画道路としての正式な路線名は、研究学園都市計画道路3.240号、新都市中央通り線。つくばエクスプレス沿線のまちづくり支援、TX 万博記念公園駅、研究学園駅へのアクセス及び、周辺道路の渋滞緩和を図ることを目的とする都市計画により、つくば市中心部よりつくば、エクスプレス沿線の各開発地区を結び、 常磐自動車道や田部インターチェンジ付近に至る整備、事業中の通りである。起点付近は、学園北大通りの延長のようになっており、全線が4車線となる予定である。沿道は主に、筑波エクスプレス沿線開発によって、商業地や住宅地として整備されている最中で、研究学園駅周辺では、イアス筑波に代表される、商業地域や住宅街が形成されている。 また、埼玉県三里市から、筑波市緑の付近まで筑波、エクスプレスに沿って整備中の都市軸道路とは別の通りであるものの、緑の駅筑波駅区間においては事実上、都市軸道路の延長道路の役割を果たしている。また、新都市中央通りは、茨城県道19号鳥出筑波線に全線、指定される、主要地方道でもある。二千二十年三月現在、 国道354号の八田部交差点国道408号のカスガ1丁目西交差点までの区間及び緑の駅付近から終点までが共用されている。ありがとうございます。